待て待て、危ない危ない、はい、嘘、感染ゾンビもドア引き破るみたいだね。痛いな痛いな痛いな、やーべやばい。チェロが外に出てきてる。わたわた。待っとけ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 。来た来た来た。ヘッショ決められればいいんだけどね。まあ、銃で。あ、やばい、バレた。オッケー。減った。あ、待って、めっちゃ減った、めっちゃ減った。あ、これあれだ。ゾンベイトだ。あの、ハートランドで出てきたゾンビをおびき寄せるやつね。確かそれだったはず。あ、待って待って、すごい量いる。すごい量いる。これは持ってきてて正解。まだいる？はい、こんばんは、島津です。本日も、ステートオブディケイ2のお時間がやってきました。前回ですけどね、確かコミュニティ、ビートのね、コミュニティの人を助けて、そうだよね、拉致られたんだよね。拉致られたところに行って、救助してあげて、助けてあげたらね、親密度がより上がってですね、多分コミュニティだと初の2つの利点っていうのが獲得できるようになりました。で、ここには表示されてないんですけど、隠し要素としてね、そう、医療の知識も提供してもらえたんですよね。通常だと、ここで、このスキルの部分で、医学、医療のスキルがないと、ここのね、医務室のアップグレード3っていうのはできなかったんですよ。できなかったんですけど、有効度、信頼度が上がったおかげで、多分だけど、こっから医学のね、スキルを提供してもらったんですよ。それで、そう、医務室の3を建てられたんですよね。こういったね、隠し要素もあるの知らんかったからね、すごくありがたかったです。はい。まあ、そんなところで、その続きからやっていきたいと思います。それとね、あと、モッド。いいモッドをね、いくつかね、手に入れたんですよ。で、それを今、取り付けて、美味しいことしてます。このサルベージロってやつなんですけど、そうだね、武器とか、残骸とかを解体するときに得られる部品の量が増加するって言ったね、モッドになってます。まあ、デメリットとしては、1日あたり燃料を、消費するっていうところがあるんですけど、これをだから取り付けたことによって、物を分解するときの、ほら、ね、通常だと部品の数って50なんですよ。この武器の残骸からね、取れる、ネジの量っていうのは。なんだけど、25増しで獲得できるようになってます。だから今までよりかね、部品、ネジがね、多めに取れるっていうやつですね。あとね、医務室のモッド、これ。クリーニングステーションっていうモッドなんだけど、なんとですね、感染の回復速度をね、25% ね、増強してくれるみたいなんですよ。だから、完全に感染してない状況ですね。まだゲージがマックスになってない人たちの回復率が 25% 上がるっていったやつなんですよ。だから、すごく効率が良くなりました。コミュニティの。そして残すところあと10個ぐらいかな、プレイグハート。そうだね。10個だ。いやーもうこの周りもね、全部破壊したんで。まあラッシュはあまり受けなくなると思われます。じゃあ、とりあえずミッションがね、今発生してないんで、プレッパーおばさんの続きやりましょうか。JD のやつ。これで、また、物資を獲得しましょう。とりあえず、そうだね。ソーダ缶ボムを、最低でも1個は持っていこう。これがないとね、脱出できなくなる可能性があるからね。そこ？ちょっと待って。フレイグハートのいるところと近いんだけど。どうすかな、これ。ちょっと待って。一旦戻って。ちょっと落ち着け。徒歩で行った方がいいかもね。あれだわ。確かこのプレッパーおばさんのやつって、あれ、車の中に入れてなかったっけ？ってことは車が手に入るよね。なので、徒歩で行った方がいい。
ね、車も壊れかけですから、マジに耐久性がなくてさ、ね、やばいよね。だね、4速と、あ、きついな、これ。どうすっかな。物食ってる、物食ってる。敏感。バレてない。じゃれてる。バレた。いいよ、終わり。こいつさえどうにかなれば。危ない。ちょっと待って。一旦逃げようか。はい、乗って。急いで。まず。危ない。はい、嘘。感染ゾンビもドア引き破るみたいだね。引き破るってちぎるって意味ですね。ちぎるって意味です。引き破るは。引き破られた。マジか。ああ嘘、4速だけじゃないんだ。ドア破るの。よし、バカボンドゲット。オッケー。でかい。まあ、多少やられたけど。あ、入ってんね。ありがてえ。おばさん。おばさん、マジありがとう。オッケー。サップつけられんだっけ？あ、ショットガンにもサップつけられんね。あ、つけられんか、ごめん。いや、おばさんには感謝ですよ。ね、車と物資。よし、バカボンドゲットした。で、このバカボンドって、やった！軽自動車だ。よかった。あ、実はね、走行、そう、車が壊れやすいから、そう、強化しないといけないって思ってて、プライベートの方でトレーダーからね、アップグレードキット買ってたんですよ。でも、こっちがですね、駐車両かな。うん、大型車両じゃなくて駐車両扱いになってて、そう、軽とね、重量級、うん、大型向けのね、アップグレードキットしか手に入んなかったんですよ。で、これはどうかなって思ったけど、バカボンドは軽自動車扱いなんで、強化できますね、これで。トレイルビーストっていうのに変わるみたい。ででん、おー、かっこよくなった。はい、バカボンド。強化してトレイルビーストってなりました。あ、はいはい。アップグレードキットをつけると燃料も回復するみたいだね。なんか今見た限りだとガソリンのゲージがアップして走行距離が上がる的なこと書いてあったけど、なんか見た限りさっきとあんま変わんない気もするんだけどね。どうですかね。さっきちょっとチラって見たんだけど。うん、ガソリンのメモリ。よし、これで壊れにくい車両ゲット。で、今必要とされるサバイバーと、あ、いいわ、そっちはいいわ。見捨てられた、センシティブマスター。来たぜー。どうした？やばい。ゾンビ襲撃も入った。倒してくれたかな？近くにジャガーノートいたんだよね。狙撃隊が、ちょっと自分が戻るまでに、うん、倒しててくれないとちょっと困りますね。動作は？どうした？最後の家を放棄したとき、間に合わなかったんだ。置きっぱなしにしたもの。あ、例のミッションか。うん。いいよ。以前のシーズン1の時と内容変わりませんね。うん。じゃあまあ、ここもちょっとすんなりと進めていきましょう。あ、ここね。ちょっと前に来たわ。やめて。人のものに手出すな。ここか。ここ、プライベートでプレイしてた時に来たね。トレーダーがいたんだよ、ここに。ゾンビは、あ、ゾンビが湧いてる。え、待って。それは、ダメ。マジで。これが、味方だったみたいだね、もっと。来ちゃったよ。ちょ、それ対処お願い？ MP5 を探す。どんくらい来てる？待って。あ、そこそこいるやん。あ、しまった。回復薬使っちゃった。なんで棒立ちしてんの？ねえ。待て。棒立ちしないで手伝ってよ。待て。これもうまとめて。はい、しょ。いた。はい。危ない。何体か行ったね。行ってない。
っと待って、なんで、なんで戦わないの、なんで戦わないで棒立ちなのあんた、マジで戦わないで棒立ちはきついぞ、戦わないで棒立ちはきついて、お前それは。ちょっと待って、ちょっと待って、なんで棒立ちなん、一旦避難する。なんか味方さんが棒立ちなんですけど、どうにかしてください、回復して。オッケーオッケー、ちょっと待って、味方何してんの、こんだけ来てんだぜ。ちょっと対処してもらわんと。あれ、音ってない、やばい、待て、よし、ねえ、なんで棒立ちなの、手伝ってよマジで、量が多いんだって。ナイス、二人抜いた、量が多いんだって。いい度胸してるね、この人、こんな大群に襲われてんのに微動だにしないって、別の意味でね、別の意味でいい度胸してるなって。あべ、あれかな、自殺志願者なんですかね。もしそうなら、死ぬのはいいんですけど、本当は死んでほしくないけどね。私を巻き込まないでください。私を巻き込まないでください。終わった。じゃあ物資探そうか。じゃあ、渡して、はい。で、この人は去っていくかどうかって話だよね、また。今回この人たちからね、どんな恩恵もらえるかね、もしミッション進めたら。シーズン1の時は何ももらえんかったんだよね。Hey there. はい。Yeah, this is bad. But it doesn't change our mission. どうなる ?Okay? 有効的なまんまか。なんか、なんかもらえないね。あ、見て。このコミュニティの流れ。今どういった状況なのかっていうのがよくわかるようになってますね。シーズン1の時、あれだったかな？ちょっとね、シーズン1の時に比べて、あれ、字幕のデータ更新したんですよね。それで、こんな感じで現れてるのかもしれない。今の状況が。前に住んでたコミュニティから銃を取り戻す手伝いをしたが、一緒に来た人は死んだ仲間がゾンビになっているのを見てかなり動揺していた。ね、こと細かにこの現状、コミュニティの現状っていうのが、わかるようになってますね。あ、だった、ゾンビ襲撃、どんくらい、何分後に来る感じ、30秒後に来るけど、耐えてくれ、俺が来るまで。俺も手伝う。ちょっと待って、回復薬飲んで。すまん、遅れた。どうだ、キャンセルになった、それとも始まってる、勝手に。あ、キャンセルになったっぽいな、よかった。たまにさ、勝手に始まるときとキャンセルになるときあるよね。今回はキャンセルで済みました。お、来た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 。プレッパーおばさんが来たわ。これで、まあ、おばさんの死骸見つけて、物資だよね。確かこのミッション、結構湧いてたよね、ゾンビ。おばさんの周りに。あ、湧いた湧いた湧いた。ゾンビの声が、あ、めっちゃ湧いた、めっちゃ湧いた。よし、全部やった。あとは物資あさって。めっちゃある。ありがてえ、おばさん。ありがたく頂戴する。ちょっと弾がなかったのが残念だけど。これ。あったー。プレッパーズ。ね。サップ付きのやつだから。ありがとう。ちょっと待って。
ちょっとですね、追加のミッションがね、発生しなくなってきました。なので、おそらくね、人員が不足してるから、次のミッションに進まないんじゃないかなって、睨んでるので、ちょっと、そうだね、コミュニティに何人か招き入れたいと思います。で、ここかな？ここの、生存者の、コミュニティが、利点としては、他のところに比べたら薄いんで、ここの人たちを仲間にしましょう。で、ここの人たちね、結構いい個別の能力持ってるから、それを活かせればいいかなって思ってます。はい。ちょっと向かいます。ここの3人ですね。この3人は、そう、人心掌握術と、あと、なんだっけ。そう、音楽、コンピューター、持ってるんですよね。そう、俺このコンピューター手に入れたいんですよ。拠点がね、アップグレードできないんだよね、拠点。まあ、コマンドセンター。これがアップグレードできないと、全焼基地をね、一個増やすことができないんですよ。だから、そう、それもあって、この3人を仲間に引き入れたいと思います。はい、新たな仲間。あ、やっぱね、コミュニティが解散したから、利点がなくなりますね。みんな、車乗ってって。前みたいに死なれたら困るからさ。そして今回招き入れた新たな、あれ？あ、そういうこと？全員入ったわけじゃないんだ。あれ？コミュニティにさ、勧誘するときってさ、全員来んかったっけ？来たよね。あれ？今回一人しか来んかったよ。あ、もしかしてさ、この前のウィリアム、あれも、実は、こっちだけ、こっち、違うな。どこだ？ JG だけを勧誘しただけだったのかもしれないね。流れ的に。え、てっきり全員来るかと思ってたんだけど。ということは、この前のは事故死じゃなかったってことか。のたれ死んだわけじゃなかったっぽいですね。あ、まあ、それなら、ね、ちょっと報われますね。一人だけですね。テスでいいのかな？テスが仲間になりました。で、よかった。コンピューター持ってた人だった。あ、やばいやばいやばい。テスの能力。特徴。時々食料を無駄にする。一人分余計に食料を食うってことだね、これ。いや、やばいな。大ぐらいの女の子だよ。こんなサバイバルの時代に食料を無駄にするとか言語道断ですよね。まあ、でもこれで、できんじゃない？あ、でも電気がないとダメなのか。太陽光発電有効化されたから、これで、あ、回路スクラップが不足してる。マジかよ、バカが。今から、一個プレイグハート潰しに行って、そこで回路スクラップ。手に入れて、そうだね。コマンドセンター、アップグレードしましょう。今回のとこな、サバイバーがもう勝手に始めそうだよね。攻撃。だからもう、バンバンやっていく感じで行った方がいいね。登れねえか。無理くり。行けた。ゾンビいんな。そこだよね。4足もいる、4足もいる。めっちゃいるやん。ちょっと待って、ここ無理。一旦避難。一旦避難しよう。こいつら除去せんとまずいな。特に4足。4足消えたくさいな。あ、いいや、もうこれ。これをまず簡易瓶でやる。よいしょ。痛い痛い。ここはちょっと、間引いとこう。はい。今中でバトってんね。サバの人が。四足がいないうちにやろうか。いった。食料車の襲撃。サポートが必要。どこだ？プレイガードはどこ？待って、どこだ？ここか。もう。あ、やばい、熱い。熱い。間髪入れず。危ない。
危ない危ない。オッケー。ちょっと待って。ちょっと待って。あいだ。あいだ。一旦避難、一旦避難、一旦避難。やべ。やばい。危ない。あ、嘘。嘘やん。ちょっと待って。これ一旦乗り越えて。いてて。はい。オッケー、行った。あとパイプ爆弾。これ作って。これ作って。サバ生きてる？生きてるっぽいね。でもこれやんないといけないから。急げ急げ急げ。終わった。Hey, check this out. すごい時間かかった。お前ボーガンだったのか。ボーガンだったのか。よく生き残ったな。あ、危ない。来てる来てる来てる。ちょっと待って。まずいまずい。待て、群れてるところを利用して、よし、ちょっとあの人を利用させてもらった。はい、いいタイミングで投げたね。ソーダボムでもよかったかもね。あとはもう楽よ。はい、はいはいはい、ゆっくりやっていこう。おい、落ち着いた落ち着いた。病身の心を自分で引き受けるべきではなかったかもしれない。プレイガーハートを取り出すのは危険な仕事だ。助けになってよかった。あ、この人プレイガーハートを始末しに来たっぽい。ただ一人だと、どうしようもなかったから助けを求めてたって感じですね。それだったら、ね、今、まあ、ほとんど自分一人でやりましたけど、除去したよ。この人軍人ってわけじゃないね。見てこのスキル。格闘射撃心配ゼロ、何をしてた人ですかね。まあリクルートしましょう。はい、Dude, you won't regret this. Come on back with me. I'll show you around. お、見て見て、 ZI 持ってるよ。最初から。何者この人。スキルも特に特徴なかったけど。これで拠点襲撃されても防衛は大丈夫だよね。みんなに銃さえ持たしとけば、かなり攻撃力は上がると思うから。防衛の、okay. ちょっと待って、追加ミッションが来てるわ。襲撃を受けてるから助けてくれって言ってる。急いで行かないと。ただサラだと、あ、違う、 JG だと今体力もないから別の人に切り替えていかんとね。この地域プレイガーとかね、まだ2つ残ってるからね。から来ないでほしい。今行くって、今行くって、今行くって、待っとけ。多分これ行かないと全滅しちゃうって落ちなんでしょうね。めっちゃいる。いやー、ゾンビ襲撃も入った。しまった。新しく仲間にしたあの人に持たしてないわ。銃大丈夫かな。一応持ってきたで。はい、襲撃者から守る。ねえ、出てきて、中に。ちょっとね、これ、中に入った方が良さそう。こんだけいるから。ただ、火炎系は使えない。自分も巻き添えになっちゃう。ちょ、みんな、外出て。外で戦おう。外で戦おうぜ。OKOKOK。外ならどうにかなるから。よいしょ。食品の襲撃者のメンバーって書いてあるわ。コミュニティ名が食品の襲撃者って。コミュニティみたい。もうなんで閉じこもるの。外にいたらもう俺しか戦う人いないでしょ。中に招き入れるしかないよ。ここさ、大群に襲われてさ、入り口が塞がれたら済むよね。そこら辺も考えないとね。こもるのも作戦のうちだと思うけど。
終わった。Honestly, I was expecting a lot more of him. 終わりました、終わりました。Thank God you were here. No worries. Be safe. まあ、正直、そんな私いてもいなくても解決できそうなレベルだったけどね。来ましたね。あ、やばい。スクリーマーが来てる、スクリーマーが。どっち？叫ぶなって、お前。叫ぶなって、お前。危ねえ、スクリーマー2体はちょっとやばかった。で、得点は？ベッドと、ベッドと朝食。何何？どういうこと？どういうこと？ベッドと食料の収入率が上がったってこと？あ、だ。見て見て、食料の襲撃者が1日1つ食料を提供してくれるみたい。で、かつ、ベッド。ベッドもね、1人分提供してくれてるみたいよ。ほら、確か今6つなんだよね。6つまでしかベッド、今って確か、そう、ここに書いてある通り5つまでしかベッド用意できてなかったんですよ。でも食料、襲撃者がベッドを2つ提供してくれてるみたい。ありがてえ。わわー、すげえいい恩恵もらった。あ、来てよかったわ。来てよかった。ありがとう、ありがとう。マジでありがたい。ショッピングって何？このショッピングってスキル。めっちゃ気になんない？みんな。ショッピング。またまた知らんスキルが出てきたよ。え、やば！この量。こっからゾンビ襲撃でしょ？こいつら絶対来るよ。あれ？意外と押し寄せ、押し寄せ。お前らどっから入ってきた？やべやべやべ。クソが。終わった？終わった終わった終わった。よかったよかった。終わった。はい。はい。Can't do it. いいね。You don't know me yet, but you really wanna come out and meet up with me. ああ、よかった。下の奴らがコンクテ。はい、というところで本日はね、車の強化。そうだね、バカボンドをね、走行距離が、結構燃費のいい車にね、改造することもできて、あと2名ほどね、そうだね、新メンバーとして加入させました。なので次回はね、そこそこ進めていって、おそらくこの、新メンバーから発生するミッションをやりつつ、進めていければいいかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よかったらね、この続きもまた見てやってください。それでは、島津のステイトオブディケイ2になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。